エスペラント文学とは、エスペラントで書かれた文学作品のことを指す。エスペラントについて、他の言語で書かれた文学を含む場合もあるが、本校ではエスペラントで書かれた文学のみを扱う。エスペラントが国際補助語であるという性格上、翻訳文学が重要な位置を占めるが、初めからエスペラントで創作された、エスペラント原作文学もある。 エスペラント文学はエスペラントが総案者ルドビコ、ザメンホフによって発表される前から始まった。ザメンホフは詩や散文をエスペラントに翻訳し、エスペラントの文法の問題点を洗い出し、表現力を高めていった。そしていくつかの翻訳と短いオリジナルの詩を、エスペラントの最初の教科書、ウヌア・リブロに付けた。他の初期のエスペランティストも、詩作や翻訳などをした。 アントニグラボフスキは、プーシキンの、フブキや、ゲーテの、兄弟たちを訳した。カジミエ・シュワインは、グリム兄弟の民話集やボレスワフ・プルスの歴史小説、ファラオなどを訳した。ヘンリー・バリエンヌは、エスペラント発の長編小説、プレロンゴジョと、彼かを表した。最初の20年ぐらいの作品は一握りの施策を除き、エスペラント運動の上での歴史的な意義は、 認められているものの、純粋な文学作品としての価値はあまり評価、されていない。二つの世界大戦の間に、新しい詩人や小説家が執筆した。カロチャイ・カルマンや、ハインリヒロイケンなどが、若い言語であるエスペラントの中に初めて顕著な文学的価値を持つ作品を送り出した、と評価された。 20世紀後半のエスペラント原作の作家としては、クロードピロンやノーベル文学賞の候補になったことがある、ウィリアム・オールドなどが著名である。エスペラントには、展示の文学作品がある。ロシアの盲目のエスペランティスト、バスイリエ・ロシェンコは1910年代から20年代にかけて日本や中国において、展示で著作したり、北京大学で教壇に立ったりした。 これまでに2万5千以上の本が出版され、最も大きいエスペラントの組織世界、エスペラント協会のカタログには4千以上の本が載っている。世界的なエスペラントの雑誌としては、モナトなどがある。ありがとうございます。